今日は、ジンジャーの撮影があるんですけど、今何時だの9時、朝の9時、9時ぴったりに行く女です。今日はいろいろロケに出たりとか、連載持ってるんだけど、その連載を撮ったりとか、ひとまずスタジオに行きたいと思います。密着ですね、密着。3階まで階段しかないそうです。おはようございます。全然普通に声出していいよ。ではメイクをします。ということで、前回ジンジャー撮影の密着をやったのが約3年前らしいですよ。今回3年ぶりにジンジャーの撮影にカメラを回してみました。ジンジャーは、連載やったりするから結構頻繁に撮影はあるんだけど、とりあえずメイク中ペチャクチャ喋りながらいつもメイクしております。パックをしてもらい、メイクのヘアメイクしてくれる青山さんとだべりながら、はい、後ろでね、賑やかな卓球大会が始まっております。なんか卓球台があったからみんなでやってました。そして連載の主役ダリアちゃん入りました。あ、すごい、髪の毛がすごいのよ。すごくない、このお下げヘア。可愛かったな。本当にいい子でね、この連載何がいいかって、本当に毎回可愛いワンちゃんたちと会えるの、それが嬉しい。おとなしいじゃない。可愛かったな、ふわふわだった。はい、こんな感じでダベりながら1時間ちょっとぐらいかけてメイクしました。すごいふわふわ、かわいい、トイプードルみたいじゃない。トイプードルみたいな。かわいい。着替えてから。では着替えます。主役にならなければいい。はい、撮影に行ってきますよ。ダリアちゃん風に髪の毛をこの日はちょっとふわふわにして、ダリアちゃんと撮っていきます。はい、スピードはいいよ。ジンジャーがね、見てくれてる方は分かると思うんですけど、ワン・フォー・オールという企画を持ってて、毎回犬種の違うワンちゃんをゲストに迎えてファッションシューティングをしてます。今回はお金持ちマダムの隠れ家みたいな、お金持ちマダムっぽい私と、相棒のダリアちゃんっていう感じで 何パターンか撮影してます。はい、あー、かわいい。本当にいい子。こんなじっとしてられないよね、普通ね。こんな感じで撮った写真をチェックしながら、いつもワイワイと楽しく撮影しております。毎回テーマ変えてやってるから新鮮なんだけど、今回はすごい貴族っぽく撮れて個人的にもお気に入りですね。続いて2着目、ちょっと悪はるな感じ。そうよね、お口大丈夫、お口大丈夫。本当にお利口さん。ダリアもおとなしく撮影させてくれました。超かわいい、超かわいい。あ、カメラマンのね、ツッチ、いつもお世話になっております。かわいい、かわいい。マジでプードルが2人お世話になる。タッチもしてくれる、いい子だったな。みんなもう悲鳴が止まりません、スタッフもかわいすぎて。ジンジャー編集大変お世話になってる林さん、通称まこさんと卓球を楽しみました。難しいんだよ意外と。そして最後の3ポーズ目かな。これはちょっとドレスを着てドレッシーな感じで
ちょっとモードな感じで撮影しました。立ってくれてこれ可愛かったな。ね、上がりが楽しみですね、これね。美脚、ダリア美脚よ。はい、ということで連載の撮影は終わりました。ダリアちゃんありがとうございました。いい子だったよ。あ、可愛かった。そう、なんか、巻かれてた。メイク直して移動します。北千住ロケにやってきました。焼肉屋さんでロケをするということで、こんにちは、よろしくお願いします。今回の特集のテーマが肉欲に溺れたいということで、なかなか神社でもない焼肉屋さんでの撮影をしました。北千住の、まあ、ちょっとこうディープな赤ちゃんというお店で、でもこんな下町な感じのお店なんだけど、モードファッションというミスマッチなテイストで撮影してました。なんか不思議なこう違和感というかね、なんかこんな綺麗な格好で町の焼肉やっていくのがすごいかっこいい仕上がりになったんじゃないでしょうか。そう、お肉を焼きながら、タンですね、これ美味しかったよ。何の雑誌これ何の雑誌感出てます、これやめましょうね、変顔はね。めっちゃ美味しかったよ。美味しかった。お店の外で外観も撮りました。ちょうちん、やってるってやってるっつって、こういうのもね織り交ぜながら。すごいお店の方がたくさんお肉出していただいたんで、あの撮影後にスタッフみんなでただの焼肉大会、ただただ楽しい焼肉大会の始まりでしたね。これはありがたいですね、本当に。ちえさん、かわいい。土もめっちゃ食べてました。みんな笑顔がすごい嬉しかったな。これなんだろう、うん、はい、一人一人食レポをいただきまして、最後まで美味しくいただきました。焼肉動画を漏れなく撮れたぐらいの感じ。そうですよ、もう、この店いつも神社で働いてないみたいじゃん、いつもちゃんとしてるから。今日だけ今日だけはい、本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。そして続いても同じテーマで、こちらはまた雰囲気変えて歌舞伎町にある焼肉屋さんに、ラグジュアリーなね感じのお店で、かっこいい感じの撮影になりました。これもすごい写真素敵でした。何の雑誌感すごいね。これファッション誌なんだけど、普段ねあんまり飲食店で撮影することないんで。これも美味しかった。タンシャブかな、確か。めちゃくちゃ美味しかったっすね。めっちゃ美味しい。アンのサービス付きです。今日だけ特別よっつって、みんなで美味しいご飯をシェアしました。めちゃくちゃ美味しかった、本当に。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ってな感じで、
本日撮影終わりました。なんかただただ遊んでるみたいになってましたね、今日は。そういう企画で。ありがとうございました。ありがとうございます。密着でした。帰ります。バイバイ。